ナバロンの要塞は、イギリスの作家アリステア・マクリーンが1957年に発表した第二次世界大戦を題材とした戦争小説である。1961年に映画化され、小説、映画ともども評判となった。映画の放題は、ナバロンの要塞である。本作の成功により、アリステア・マクリーンは11年後の1968年に、マロリー、 アンドレア、ミラーの登場する続編、ナバロンの嵐を書いた。また、後日、サムルウェリンによってやはりこの3人が登場する続編、ナバロンの風雲とナバロンの雷鳴が書かれている。第二次世界大戦中の1943年、イギリス軍の将兵2000名が、ドイツ軍占領地に囲まれた、ギリシャの英ゲ海にあるケロス島で孤立した。しかし、そこから、 回路脱出するには、その南にあるナバロン島に配備された2門の巨峰の射程内を通過しなければならない。ナバロンの巨峰にはすでに巡洋艦や駆逐艦が何隻も撃沈されており、この巨峰を無力化しない限り、ケロス島からの脱出は不可能だった。イギリス海空軍は何度もナバロン攻撃を試みたが、 その巨砲は岩肌をくり抜いて作られた穴に設置された難攻不落の要塞に置かれており、爆撃も空挺兵による襲撃もことごとく失敗してしまう。万策尽きたまま、ドイツの総攻撃まであと一週間という時に投入された最後の部隊が世界的な登山家、マロリーの率いる一体だった。彼らは当反不能と思われているため、そこだけ、 ドイツ軍の警備が手薄と推測されるナバロン、島南面の400フィートの断崖をよじ登り、島に侵入しようというのである。偽装した老朽漁船でナバロン島にたどり着いた彼らは、嵐の中、苦闘の末に断崖を登りきるが、どうやら自分たちの行動が敵に筒抜けになっているらしいことに気づく。いずれも、平井作役、早川処防観光。 1961年のイギリスアメリカ合作映画ナバロンの要塞は1962年の第34回アカデミー賞の特殊効果賞及び第19回ゴールデングローブ賞の作品賞を受賞した。同時に音楽担当のディミトリー・イーティオムキンは本作品において同ゴールデングローブ賞の音楽賞を受賞した。また本作はイーストマンカラー。 シネマスコープ作品として撮影された。撮影にあたっては、ギリシャ政府、現地のギリシャ人、及びギリシャ軍とイギリス軍の全面協力があった。冒頭のクレジットでその胸と撮影に協力したギリシャ人に向けてのメッセージがある。赤狩りでイギリスに亡命した制作見客職のカール・フォアマンは、戦場にかける橋の勢いで、 ハリウッド復帰を目指し豪華キャストで臨んだが、キース・マロリー隊員は、ケイリー・グラントとウィリアム・ホールデンに辞退されて、グレゴリー・ペックに承諾され、ミラー5長もディーン・マーティンからデビッド・ニーヴンに変更された経緯がある。戦争映画ではあるが、戦闘シーン自体は、あまりなく、アクション、冒険映画の要素が多分に入っている。また人間ドラマとして、 戦争と人間というテーマにも挑戦している。嵐のシーンは、巨大プールの中に船を作り込み油圧で動かしつつ、潜水譜をスタンバイさせ、水流を吹きつけるという手法が取られた。戦車、搬送機車類は、ギリシャ軍のものに、ドイツ軍風のマークと数字を書き入れただけであり、ナチス風に見せようという程度のものだが、ギリシャ軍、イギリス軍全面協力だけあって、航空機、 感染など、質より量で圧倒している。ギリシャ、エーゲ海の島々は、数々の伝説の舞台となってきた、第二次世界大戦中、1943年、イギリス軍の将兵2000名が、ギリシャのケロス島で孤立した。軍事的には、さほど重要な拠点ではないが、中立を保っていたトルコと目と鼻の先にある島である。ナチスドイツはトルコを味方に引き入れるため、 精鋭部隊を持ってケロス島のイギリス軍部隊を全滅させようという G 作戦を立案した。その情報を一週間前に察知した連合軍は部隊を撤退させるために駆逐艦6隻をケロス島へ向けるべく救出作戦を準備する。しかし隣のナバロン島ではドイツ軍のレーダー標準式要塞砲2門が海峡を睨んでいた。これを破壊するために 航空爆撃作戦が行われるが、崖の頂上が出っ張っており、砲は洞窟の中に設置されているため、破壊できない。逆に、1日の爆撃作戦で18名も、喪失してしまった。まさに難攻不落の要塞である。しかし、ナバロン島の南の崖だけは、400フィートのほぼ、垂直の絶壁になっていて誰も登れないため、見張りの保証がいないとの情報が、 地元レジスタンスから寄せられた。そこで、前線巡章は、少数の精鋭部隊で要塞に潜入し、直接爆破する作戦を計画する。具体的な立案は、フランクリン少佐が行い、彼自身も同行する。フランクリンの名優で、ギリシャ語とドイツ語ができる、マロリー大は、天才的な登山家で、誰も登れないと言われていた絶壁を登り、 他のメンバーを引き上げるために呼び出された。その他、科学の専門家で爆薬の天才、北アフリカ戦線でエルビン・ロンメルの指揮所を爆破したが、昇進を断り続けるミラー校長。ギリシャ軍の将校かつ、レジスタンス投資のスタブロス大佐。スペイン内戦以来の投資で、機械の専門家で、無線連絡を担当するブラウン。父親がナバロン抵抗組織のリーダーで、 殺しの達人パパディモス。誰をとってもプロフェッショナルで、一癖も二癖もある人物ばかりである。しかも、前線順将は、作戦は成功しないだろう。失うには、惜しい連中だが、成功する望みもあるかもしれない程度に考えていた。しかし、ケロス島のイギリス軍将兵と、彼らの救援に向かう駆逐艦の命運は、 確実にこれら選手たちの勇気と努力にかかっていた。彼らは途中でパパディモスの姉、マリアたちがいる地元のレジスタンスと合流しながら、要塞の爆破に挑む。ナバロンジまで彼らを待ち受けていたのは、ドイツ軍だけではなかった。カイロ、嵐に見舞われ、食料など物資を失っただけでなく、フランクリンは絶壁を登る時に滑落し、重傷を負ってしまう。 マロリーが代わりに指揮を行うが、危険な目に遭い続け、道中のマンドラコス村では、ドイツ軍に捕らえられてしまう。なんとかこの最大のピンチを切り抜けた彼らだが、判明したのは仲間の裏切りであった。この、ナバロンをめぐる7日間は、現代の伝説となった、日本語版、戦記物、実録秘話の体裁をとっているが、ケロス島も、ナバロン島も、架空の島である。 1943年、英華界で実際に行われた戦闘については、ドデカネス諸島戦役を参照。キネマ巡報ベスト1085回前市1924から2011181ページ前後編に分けての放送。再放送1982年12月11日21時2分 -22、54、ゴールデン洋画劇場ほ他ハット DVD は、 デラックスコレクターズエディションにのみ収録この記事は以下のカテゴリーでも参照できますが、バロンの要塞に関するカテゴリー、ありがとうございます。